うわ、めっちゃ家だ。家っすね。ドッキリの空気するな。大丈夫ですって。まだそれ抜けないですか。どこがよ。ああいうとこからカメラ覗いたりしてますからね。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。決まってますね。あ、とんでもない、ありがとうございます。なんかいつもより。本当ですか。よりって思う言葉よ。最初なんでまだ。だんだんと。だんだん落ちてきます。時間で。そういうこと。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よいしょ。めっちゃ緊張してないですか。こんなにウィスパー、ウィスパーでなんかシュー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 言ってる。回ってますよカメラ。え？あ、今回ってるでしたっけ？回ってますよ。ちょっとそわそわしてる。そうなんです。いやだから。今日すごくないですか。いやすごい。すごいですよね。緊張しますだから。そうか。加納くんもそわそわしてます。いやもうなんかもうちょっと今日は すごい人に会えるっていう気持ちで。お化粧しないの不祥事みたいに。いやいやいや、ここライバルじゃなかったっけ。いや多分ベクトルは一緒ですよ。まあ確かにちょっとお化粧してる。同じ、ね、レーンで。そうですよね、やってるんで。はい、珍しいよねだからね。一緒になるのね。確かに。確かに。確かにないっすね、あんまり。同じレーンじゃん。そうなってくると、俺もなんか足りなく感じてきてる。まだ間に合うんじゃない。そう、恥ずかしくなっちゃう。僕に合わせる必要ないですから。すっぴんだと。すっぴんで来たな。恥ずかしい。こんな感じなんすね。静か、静か、いや、静かです。静かです。今日は特に静かです。そう、そう、そう。そうそう、みんなが多分そわそわしてます。うん。こういう時だけシュウペイちょっといてほしいなと思っちゃいますね。確かに助かるな。よ、ね、あのキャラは誰よりも芸能界楽しんでてめっちゃ飲み行ったりしますよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。カウボーも行けないですか。そういうもう会食自体が本当に行ってなくて。まあそうですよね、うん、だってまだリモート飲みしてますもんね。あ、そう、ズーム飲みね。マジで本当ですか。まだ毎月買い払ってる。マジで、何人ぐらいで。基本品川さんとロッチ中岡さん3人で会えばいいよ。すぐ会えそうだね。会った方が楽しそうだ。電話かかってきて一杯どうって言われて、あ、行きますかって、ズーム開いて、はい、やる感じ。へえ。すっかりもうなんかやる人少なくなったのかなと思ったけど、そういう飲みっていう意味では、うん、会議とかね、なんかありそうですよね。そうですね、打ち合わせとかめっちゃ便利ですけど、うん、おら、聞きたい。ついにいらっしゃいましたよ。はーい、どうする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 って言われて。お越しになられました。よろしくお願いします。おはようございます。どうぞ。お願いします。こちらどうぞ。あらら、夜会メンバーがそわそわしっぱなしの今回は、はい、夜会ハウスに世界のヨシキが初登場。100日連続フグ食べました。飽きました。謎すぎる男が知られざる私生活を初解禁。あ、ズーム飲みした。はい、どうぞ。健康のことを教えてもらって。どれぐらい混ぜるんですか。腱鞘炎なんで凍結させて。特別企画、ヨシキが国民の質問に全部答えます。全裸でピアノ弾いてる。全裸でプールに飛び込んでることはあります。通帳見て笑ったりする。目標は。さらに東京ドームの前日にカレーが辛くて書いちゃったってやつです。30年前の激辛カレー事件以来、裏メニューなんですけど、よしきテレビで初めての禁断のカレー企画。辛い。夜会よしきスペシャルは木曜夜10時。